2009年、コミコンインターナショナルにて、ザッカリー・リーバイ・ピューは、アメリカ合衆国の俳優。テレビシリーズ、チャック、チャックの主人公、チャック・バトウスキー役、ディズニー映画、塔の上のラプンツェルのフリーライダー役、DC コミックス原作のスーパーヒーロー映画、シャザム、の主人公・シャザム役で広く知られている。ザッカリー・リーバイとも表記される。ルイジアナ州にて、 父ダレルと母、スージーの間に生まれる。姉と妹がいる。ウェールズ系の血を引く。2014年6月16日カナダの女優、ミッシー・ペラーグリンと範囲で結婚。2015年4月に離婚を申請した。幼少時代にカリフォルニア州ベンチュラに移り、以降はそこで育つ。6歳の時から演じることに興味を抱き、劇団に入った。また、 経験なクリスチャンである。2010年公開のディズニー映画、唐の上のラプンツェルの劇中歌で、主演のマンディムーアとリーバイとのデュエット曲である、輝く未来が、第83回アカデミー賞歌曲部門にノミネート。ありがとうございます。